僕らの世代は、三橋達也っていうと、トラトラトラの源田みの役とか、あるいは、テレビの西村京太郎サスペンスのと津川警部役とか、まあ渋い二枚目、男っぽい二枚目っていう感じですけれども、川島雄三の映画の三橋達也は、大抵の場合、なよっとしたドラ息子の役で、で、これがまた実に上手かったですね。で、この人は、生まれが銀座。 で、お父さんが名のある木版彫刻家で、本人も玉火中隊の芸術家で、まあ芸能界一のクレー射撃の腕前で、一時日本クレー射撃協会の理事も務めていたり、あるいはすごいオーディオマニアだったり、何しろすごいディレクタントだったんで、まあ都会派のディレクタントの川島と馬があったんでしょうね。宮橋達也は川島雄三について、松竹時代は大した監督じゃないと思って舐めてたけど、東京マダムと大阪夫人の時、あれこの監督上手くなったなと思い、明日来る人の時にはもう尋常じゃないと思うようになった。 後から出てきた人で斬新なテクニックが評判になっても、川島さんが遥か前にやっていたことがたくさんある、ヌーベルバーグなんかそうですね、と語っています。